パレード開催中の東二番町通り、仙台、青葉祭りは、毎年5月の第3日曜日と、その前日の2日間、宮城県仙台市で開催される祭りである。伊達正宗没後350年にあたる1985年に、過去に存在した祭りを復活する形で始まった。江戸時代に、仙台東照宮の東照宮五祭礼という仙台藩祭台の祭りがあり、 仙台祭と呼ばれた、御しの先駆けとして、出汁が数十期運行し、数千人が渡御する祭礼だった。それが、明治維新の影響で開催できなくなり、東照宮五祭礼に出ていた出汁は、桜岡大宮愚の祭礼や、昇魂祭、青葉神社の祭礼に参加した。青葉神社の祭礼も市内に電線が張り巡らされ、出汁の巡行をすることができなくなった。 1985年の伊達正宗没後350年に復活した祭りは、投資意欲の強かった石通仙台市長の時代に、バブル景気に加え、独眼、竜正宗ブーム、仙台市営地下鉄開業、政霊指定都市以降、市政100周年などを背景に拡充された。現在の祭りの主な構成要素は、仙台祭、青葉祭双方で行われていた山鉾巡行及び、 三越都業、大崎八幡宮大祭で奉納されていた踊りを元に新しく作られた鈴芽踊り。そして、祭りの復活が、正宗没後350年であることもあって、武者行列が加わっている。祭りは仙台市都心部で行われる。祭りの一週間前には、一番町を鈴踊りで流し踊りする一番踊りが行われ、水曜日から山鉾が中心部のアーケードに飾られる。 土曜日の、酔い祭りはスズメ踊りコンテストを中心に開催され、日曜日の、本、祭りでは、山鉾巡行、青葉神社神与都御、武者行列、スズメ踊りなどが開催される。なお、仙台、青葉祭りは、正宗の命日に行われていた青葉神社の祭礼、青葉祭と歴史的に関係があるため、青葉神社神与都御が行われるが、青葉神社では、仙台、 青葉祭りとは別に、春の大祭を正宗の命日に行っている。運行される山ぼこは11台で、そのすべてが仙台市近辺の企業、または団体によって運行されている。本祭り当日に、東二番町通り、定前寺通りを巡行するほか、開催週の水曜日から一番町のアーケード街に展示されている。サイズはそれぞれ異なり、全長は5.2から6.2メートル。 全高6メートル前後、重量5.5から8トンである、仙台式仙台スズメ踊り、定前寺通りにて、スズメ踊りも参照仙台スズメ踊りコンテストは、土曜日の宵祭りに開催されている。表彰の部門分けや賞については、頻繁に変更されているが、2007年には、一般部門のスズメ踊り大賞、中学生以下の小スズメ踊り大賞、高校生以上の学生の、 学生祭連レン大賞、各祭連代表による、祭り連帯高校人選の四部門が開催された。平成二十年度、鈴踊り大賞受賞祭連、平成十九年度、鈴踊り大賞受賞祭連、平成十八年度、鈴踊り大賞受賞祭連、平成十七年度、鈴踊り大賞受賞祭連、平成十六年度、受賞祭連、平成十五年,年度、受賞祭連、平成十四年度、 受賞再連平成13年度受賞再連、ありがとうございます。